ロハー、赤木田ぎなおです。今日はハイアットリージェンシーホテルにできたブッフェに行ってきます。ゆこりん、お疲れさん。また今日も一緒によろしくお願いします。1年ぶりだね。じゃあビュッフェはね、じゃあ行きましょう。こんな席もあるんだ、すごいいっぱいあるね。あ、すごい綺麗、眩しいぞ。ありがとうございます。Thank you. はい、Thank you. あ、すごい海目の前じゃない。海が目のワイキキビーチ、デュークカハナモク目の前です。あ、すごい綺麗。ミュージック。ね、最初の一皿目、私とゆこりん取ってきました。すごい嬉しいことに、私たちが大好きなキノコ類のソテーがね、山ほどある。嬉しい。それではいただきます。いただきます。嬉しいね、生牡蠣。うまい、うまい。この場所に鮮だね。うん、どうカニ？しょっぱくなくて美味しい。美味しい。うん、しい。新鮮？新鮮。あ、そうなんだ。うん、新鮮だとさ、結構ジューシーでさ、身がパカッと取れるんだよね。うん、北海道生まれのユーコリンと私。ケガニはね、本当に。ケガニはね、食べれないからね。うん、でもズワイガニも新鮮だったらさ、すごい美味しいよね。ね、でこの景色最高だね。よかった、風が強くなかったから、心地よい風と
サンセットの時間で。お家の音楽もあるけど、ホテルの中庭のエンターテインメントの音楽も混ざって、どっちも聞こえない感じ。そうか、ゆうこりんは全部食べたい派なんだよね。忘れてた。私は好きなものだけ食べてる。これステーキ。うん、柔らかい。ブッフェでこれくらい美味しいと、うん、嬉しいね。文句なしだね。うん、文句なし。これ10人くらいとかのパーティーだったら、こういう風に外でテラス席とか、中もあるけど、ね、ブッフェ美味しいし、こんなハワイの景色を見ながら最高。ね、いいね。カニ。塩加減がちょうどいいし、甘みもあるし、ジューシーね、うん、あ、これは美味しい。ハレクラギ、え、ハレクラギも良かったよ。ズワイガニだっけ、スノークラブだっけ、あれ。そっか、いや、でも美味しいわ、カニ。これはいくらでもいけちゃうね、ゆうこり。北海道ってさ、カニに何もつけないじゃない。そんな感じだよね。そんな感じ。無価値がある。無価値がある。苦手なユーコリンでもカニは剥く価値がある。無限に食べれるかも、カニ好きの私としては。ユーコリンはさらね、韓国の、はい、食べ物を持ってきました。あ、肉、カルビも持ってきたの。カルビも、でも美味しそうだったよね。チキン美味しいの。え、唐揚げでしょ。韓国風のチキン唐揚げってことでしょ。でもそれ食べないかな、ブッフェで。もうすぐサンセットの時間です。ビーチにいっぱい人が集まってきました。今日金曜日なんだね。韓国の料理もいっぱいあるので、海苔とか米もお米もあります。カルボナーラなんだこれ。こっちがベジタブルビビンバでした。の3皿目と4皿目取ってきました。違う、2皿2と3だ。ゆうこりんは何皿目。 2皿だ。2皿目こっから行くからね、ゆうこりん。きっとこっからすごいからね、ゆうこりん。でカルボナーラ全部さ、韓国だからキムチとかなんだよね。うん、いただきます。味見してみてどう。美味しい。アメリカンじゃない。あ、ちょっと辛いけど、美味しいね。うん、こんなんなるんだ、キムチとカルボナーラって。うん、美味しいわ。合うね。ベジタブルビビンバ、うん、食べてみます。これはね、ダメだ。普通じゃない。米が柔らかすぎる。おかゆ、おかゆみたい。まあ、こういうのもあるよね、中にはね。3皿ね。カニないんだ今。カニはない。またキノコ。これ何、ポークベリーだ。のハワイってすごい高いからね、キノコ類。これは高級。サンセットがちょっと赤く染まって、日が沈んでも綺麗だね。バケットいっぱいになったので交換してもらいました。タイミングを見て来てくれたそうです。トーチライトもついて雰囲気も良くなってきました。混んできてる。デザートプリンとアイスクリームとチョコレートフォンデュにしよう。わ、美味しそう。チョコレートフォンデュどうぞ。おお、いいね。何が難しかったんだろう。4皿目、うん、私は3、4皿目。何？さっきのキノコ取られちゃったね。本当食べようと思ったのにね。ライチ、アイスクリームと小豆もあったの。チョコレートフォンデュすごい。コーヒーは別料金なのでコーヒーも買います。
チョコレートフォンデュ美味しい。言ってちゃったけど美味しい。すごい美味しい。チョコレートが固まる。他のところは結構ね固まらないでドロッとしたまあまあなところいっぱいあるよね。うん、柔らかいもんね。そう、うん、美味しい。そんなに種類がないけど、うん、全部が美味しい。うん、全然期待してなかったけど私、うん、デザートとともにコーヒー注文しました。やっぱりデザートはコーヒー必要だね。すっごいチョコレートフォンデュ、そんなに甘くないチョコレートだからやっぱり韓国人の味付けだから美味しいのかもね。もしかしてアメリカンじゃないから。結局何皿食べたかな。5皿ぐらい。生ガキ美味しかったので、最後にもう一回食べてこれで終わります。ちょっと勢いついちゃってさ、まだいけるんだけどさ、また食べる？これはいける。カニはいけないよ。カニはね。美味しいからね。うん、スルッと入っちゃうしね。そうだね。じゃあ今度ゆうこりん持ってきて。じゃあこれで本当に最後、またゆうこりん4つ持ってきてくれて、これで最後です。やっぱ美味しいね。もうやめようゆうこりん。全然この前のオイスターバーより美味しいね。生ガキブッフェなのに、ここ半年に1回くらいいいのね。え、しかも意外と安いね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大満足だね。満足だね。これは美味しかったわ。5時から9時半、ライブミュージックが5時から9時、木金土日だけなんだね。美味しかったです。ごちそうさまでした。大満足のハイアットブッフェ。また来てね。また来たいね。じゃあね、バイバーイ。